シーズンだったんですけど、あと1本、あと1勝が足りず、準優勝に終わってしまいました。ただ、準優勝できたのも本当に今社長が言われた通り、ここにおられる皆さんのおかげだと思ってます。千葉との第3戦、沖縄アリーナ、あそこでやっぱり自分たちがファイナル決められたのも本当に皆さんのおかげだと思ってます。本当にありがとうございます。3期連続ファイナルは行ったんですけど、とはいえ、まだ一度しか優勝できてません。これからキングス、いろんなことがあります。ただ常に優勝を目指して沖縄のために頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。おとかにおとコーチ、ありがとうございました。それでは選手を代表いたしまして、田代選手、今村選手からも一言ずつご挨拶をいただければと思います。まずは田代選手から。頑張ります。本当に今日はたくさんの方々に来ていただいたこと、本当に感謝してます。ありがとうございます。こういった会を、開催してくださった沖縄市の皆様も、非常にこういった場を提供していただき本当にありがとうございます。僕たちはすごく、開幕戦から、先出しの開幕戦から始まり、最後のファイナルまですごく長いシーズンを、戦い抜きました。それは僕たち、人事は尽くしたとは思いますけれども、本当に皆さんの、支えがなくては、沖縄市の皆さんの支えがなくては絶対に達成できなかった、目標だと思います。なのでそこは僕たちは本当に胸を張って、今シーズン終わりの結果に、満足して、満足はしづらいんですけど、みんなと頑張ってこれたシーズンはすごく、満足いくものだと思ったので、本当に皆さんとは一緒に歩んでこられたシーズン本当に楽しかったですし、何よりもかけがえのない時間を皆さんと一緒に共有できたこと本当にありがとうございます。まだまだファイナルの悔しさはにじむんですけど、いつまでもスケタツラしてたら良くないと思うので、今日は楽しんで、いきたいなと思うので、今日はよろしくお願いします。はい、皆さん、今シーズンもたくさんの応援本当にありがとうございました。そして、本当に天候の悪い中、このような、たくさんの皆さんに、またお会いできたこと本当に嬉しく思ってます。本当にね、毎年毎年こういうような会を開いていただいて本当に嬉しいんですけど、僕たちはこういうビニールに守られてて、皆さんは雨に濡られてしまっているので、すごく申し訳ないんですけど、こういう日をまた楽しみに、今日また皆さんと楽しい時間を過ごせればなと思います。レギュラーシーズン、チャンピオンシップも含めまして、苦しいシーズンを、送ったんですけど、それでも皆さんと、本当にこうなんていうんですかね、苦しみながらも一緒に戦い抜いたシーズンかなというふうに思ってます。まだまだ自分たちが成長できる幅はあると思ってますので、皆さんと一緒にまた成長していければというふうに思ってますので、引き続き応援よろしくお願いします。マップということで、じゃあ書いた方フリップをどうぞ。あ、ちょっと気になったのがもう一人いましたね。今村選手、実習って書かれてるんですけど、全然今僕らはピンときてなくて、はい、実習とは一体 何ですか？僕工業高校出身なので、はい、工業高校のなんか鍛造とか、鍛造わからないと思うんですけど、鍛造とか鋳造とかのなんかこう実習があるんですけど、それがめちゃめちゃ面白かったので、僕は実習が一番面白かったです。見てください、このポッカーンとした感じ、誰もピンときてないという。でも逆にすごくね、興味が湧きましたね、これで。はい、湧きました。上マットかけてないんですけど、はい、練習が楽しかったです。おい、上マットもう自分基本バスケしてれば幸せなんで大丈夫です。自分バスケボール触ってたらずっと幸せです。すいません。
どうしますこれ。どう処理したらいいのか。いやなんか時が止まりましたね今ね。時が止まりましたね。早手のこのちょっとなんか謎に包まれた学生生活を。高校時代何が一番楽しかったですか。楽しかったっていうか印象に残ってる。でも僕あの高校が京都だったんですけど、はい、窓の外が世界遺産だったんですよ、はい、お寺の中にあって、はい、で五重の塔が窓あの教室から見えるっていう、まあ、それをもう黄昏ながら授業中あの話を聞かず見てるのがすごい印象です。なんちゅう品のあるエピソード。俺高校生の時クーラーもなくて窓開けたらめちゃくちゃなんか塩の匂いしたけど。違うですね環境が。全然違いますね。あれ喋ってなかった。あ違う。ちょっと次の質問行った方がいいですか。あじゃあ次の質問行きましょう。はい、次の質問行きましょう。ちょっと木下さんもちょっとまさき本当にたくさんの方に来ていただいてすごく嬉しく思いますし、少なからず楽しんでいただけたかと思います。はい、まあ、本当に今シーズンはすごく長いシーズンで、みんなで、まあ、苦しい時もで一緒に喜びを分かち合った時間も本当にかけがえのない時間になったかと思います。またそれぞれいろんな感情を胸に次に進んでいけるように、はい、前を向いてこれからまた目標に向かって前進していけたらと思います。皆さんにはもっともっとたくさんの応援をよろしく、皆さんからたくさんの応援をお願いしたいと思っています。自分たちはまた誠意持って、皆さんの前でプレーできる日を楽しみにしています。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。